回に引き続き広瀬さんにいろいろ教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、早速ね、はい、神戸の起点やってきましたね。やってきました。ここもね、有名なところで第7防波堤、はい、通称ね、7防なんて言われてますけれども、あの神戸渡船さんでね、あの今日は渡ってきましたけれども、ゆらゆら揺られて、うん、はい、でね、タチウオもいろんな狙い方あります、はい、で餌釣りで狙われる方もいますけれども、最近はあのルアーで狙うのがすごく流行ってるので、はい、いろんな釣り方で狙ってみたいなと思います、はい、今日はちなみに時期とか、タチウオはね、秋から冬がベストシーズンなので。じゃあベストシーズンですか。でさらに今これね、だんだん夕方暗くなってきてますけれども、はいはい、この時間帯が一番いいんです。あ、じゃあベストですね。ベストシーズンのベストタイムですね。はい、じゃあ頑張りましょう。はい、早速やりましょう。はい、頑張ります。はい、タチウオどうやって釣るんですか。タチウオもね、いろんな釣り方があるんですけれども、はい、今日はまずあのワインド調法で狙ってみたいなと思います。ワインド調法。はい、であのルアーをこう左右にダートさせながら釣るっていうね、あのエギングにちょっと近いような釣り方ですね。からあのルアーを操作しながら、はい、で魚を誘うっていう釣り方です。タチウオね、はい、歯が鋭いので、あのワイヤーをつけるっていう方もいらっしゃるんですけれども、今回はあのワイヤーなしでやってみたいなと思います。なしで、うん、じゃあ結構すぐ付け替えないといけないってことですか。ね、傷がついたりとか切られたりするケースがあるんですね、はい、やっぱりこのフロロ のリーダーをこうスパッと、あ、うん、でそういった時はもうすぐ交換した方がいいですね、はいはい、そんなこともあろうかと、はい、実はじゃん、クイックリーダー持ってきました。これはもう簡単に交換できるんですか。そうなんですよ、誰でも簡単に交換できるクイックリーダ ー、めちゃめちゃ重宝してます。そうですね、タチウオ釣りだったらじゃあこういうのがあった方がいいかもしれないですね。ぴったりですね、はい、じゃあ早速、はいはい、これでやってみたいなと思います、はい、お願いします、はい、まずは、まあ、キャストしますね、はい、で、そのタチウオの棚によって表層近く、中層、ボトムとあります、はい、でボトムの場合だったらもうそこまで落とすし、はい、表層だったら着水してすぐにやり始める、で中層だったらまあ10秒ぐらいカウントダウンしてやり始めるっていう感じですね、はいはい、で今はこれあの、まあ、中層ぐらいですね。で糸ふけが出てるので、糸ふけを取ってから軽くしゃくる、で一回しゃくって一回巻くっていうような感じですね。割とゆったりめなんですね。そうですね、エギングなんかの場合だったらこうやって早くしゃくるケースがあるでしょ。でこんなに早くしゃくる必要はないんですね、はい、でワインドの場合だったら比較的ゆっくりゆっくり上げて巻く、はいはい、でもう当たりはこの誘い上げた時にゴンとくるんで、だから当たりがわからないっていうことはほとんどないです。あ、しゃくって巻く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 。これ1回しゃくって何回巻いてますか。1回です。1回、はい、1回しゃくって1回巻く、1回しゃくって1回巻く、はいはい、1回しゃくって1回巻く、1回しゃくって1回巻く。ロッドをこう下に落とすときにくるっと巻く、で上に上げて下に戻すときに1回巻く、はい、上に上げて下に戻すときに1回巻く、上に上げて下に戻すときに1回巻く。これをまずちょっと練習してもらえたらなと思います、はい、いきます。なかなかよう飛んだんじゃないですか。一回ちょっと糸ふけなくしてから沈めます。でも風が強い時はちょっと一回止めて糸ふけ取って、リールを触りながら、もう糸がたるんでる状態なんで、そこついたと思います。下げるときに巻く、シャクって下げるときに巻く。あ、こんな感じかな。最初ちょっとあれでしょ、リズムが重く感じます。めっちゃそのリズムが合ってくると全然もっと楽なんですけれどもね。ちょっと一回広瀬さんと同時にやってみていいですか。あ、来たかも来たかも。来た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 。ゆっくりですか。ゆっくりでいいよ。来たかも来たかも。来た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 。来てますね。このままゆっくり。ゆっくりゆっくりゆっくり巻いて。はい。竿をもっと下に向けて。下に向けて。そうそうそう。あ、見えるね。あ、逃げた。あ、逃げた。今そこまで来てましたけど ね。今見えた。ぐんぐん来てましたね。なんで今逃げたんですか。今これね、はい、針がかかってないんですよ、はい、合わせてないから。え、合わせ今どうやって合わせたらいいですか。
今あの回収中だったでしょう、はい、でああやって回収中でもこうやってルアーが動いてると、はい、太刀をガブって噛みつきに来るんですけれども、はいはいはい、ワインドの場合だとこうしゃくる動作があるんで、はい、このしゃくってる動作が合わせになるんですね、はいはいはい、でこう回収中だとそれがあのしっかりとこうフッキングしないんですよ。だからその時はもう、こう自分でこううまく合わせてやらないと、グッて、そうですはあ、まあまあ、まだまだ釣れますんで、はい、わ、はいはい、かりました、はい、なんかブルー、あ、来ました、ゆっくりね、ゆっくりこれ、あ、来てますよ、来てますよ、はい、ゆっくりでいいですよ。その時もうちょっと下げる、あ、うん、もうそのままでいいです、はい、はい、それぐらいで もうそこまで来てるんで、来た、太刀上ね、で、竿先下に向けて、はい、で、一気に抜き上げる、もっと下、もっと下、はい、来た、やった、お、こっち、よいしょ、はい、やったー、ちょっとあの、つかむに、はい、で、この辺ですか、はい、よし、初めての太刀をゲットです、やったー、痛めし、どんな感じでした、いや、もう、ブルブルってきました、当たりがすごく明確に、でこのしゃくってる感じがすごくリズム良くなったでしょ、でそれが、うん、あのやっぱりいい動きになるんですよ、はい、でラインの伸びが少ないから、うん、やっぱりルアーもそのいいダートを生み出してくれるんで、はい、当たりもやっぱりガツンと明確にくるんですね、そうですね、もう一瞬できたって分かりました、分かりました、はい、そうやってね当たりがすぐ分かるっていうのがすごく、はい、ワインドの楽しさですね、はい、めっちゃ楽しい、はい、ここからじゃあ、うん、バンバン、はい、いきます、そうですね、はい、綺麗ですね、タチウオ、1匹目ゲット、1匹目ゲット、はい、このままアーマードのフィンテールダートイエローゴールドで引き続き釣っていきたいと思います。さあ早速いきます、なんかちょっと着てる感じがするんでね、今です私、あ、結構いい感じに飛んだんじゃないですか、おっしゃ、食った、はい、ワインドですね、あ、来た、はい、来ました、僕もワインドを途中隣でやってたんですけれども、ガツンと衝撃が走りました、あ、見えてる、あ、見えてる、見えてるでしょ、はい、で、一気に、よいしょ、おい、はい、ワインドできました、結構これね、あの髪跡なんかもありますけれども、タチウオはねこうやってトモ食いするんですよ、あ、そうなんですか、そう、でこれもね、あの1回、5秒ぐらいカウントダウンして、で、中層でガツンと、はい、でもしゃくってる最中でゴーンと来ましたね、やったー、はい、マーマードのねフィンテールバイブですね、でこれも中層ぐらいまで沈めてしゃくってくる、まあちょっとポールで食わせるイメージの方がいいかもしれないですね、こうアクションで食わせるというよりかは、こうやって左右にダート、ランダムにダートする動きにタチウオもいい反応を示します、来た、しっかり合わせてやって、おお、すごいすごい、タチウオ、ゆっくりでいいよ、ゆっくりでいいよ、慌てなくていい、どうした、
もうちょっと巻いてから巻いて巻いて、うん、ギリギリまで竿を下にやって、下にやって巻いて、グッと、よいしょ、よっしゃ、よし、大きい、やった、めっちゃ大きい、大きい、あ、切れた、あ、すごい、消えちゃいました、すごい、当たった、当たりました。やったメインラインでまず二重にして輪っかを作っていきます。穴に3回通します。輪っかができました。クイックリーダーを使います。クイックリーダーの輪っかにメインラインを通して、メインラインの中からクイックリーダーの通していきます。これで完成です。あ、足元で、足元で来てる。よっしゃ、来た、よっしゃあ、逃げられる、よっしゃ、来ました、試合ですね、はい、おほい、左右にダートさせてこうやってね、ガツガツきますね、はい、ワームでもね、もちろん釣れるんですけれども、はい、このプラグの釣りの場合ね、ワームよりもあの波動がちょっと大きいのでいいサイズのやつが来ることが多いですね。そうですね、はい、ちょっと今チャンスかも。チャンスですね、ね、はい、どんどん釣っていきましょう。どんどん釣りたい、はい、あ、当たった。今結構当たりますよ、このただ巻きって言ってね。ただ巻きで当たりました、はい、もうあのただゆっくり巻くだけなんですね、はい、で、このヒンテールバイブもワインドって言ってこうジャークさせて使うにもいいんですけれども、はい、こうやってあのただ巻くだけでもフィンが結構アピールしてくれるので、めっちゃ簡単で釣りやすい方法ですね。そうですね、あのしゃくれないっていう人でもこうやって投げて巻くだけでも十分。あ、当たった、当たったのに、当たるけどなかなか乗らへん ね、もうやっぱり夜の釣りでね、やっぱりトラブルっていうのはなかなか致命的なんで。そうですね、このトラブルないのが一番です、はい、やっぱりその腰のあるコーティングされたラインを使うっていうのもやっぱりナイトゲームでは有利になると思いますね、はい、重要なところですね、はい、あ、当たりがあるのにこの釣れへんもどかしさがなかなか、ね、そこがまた夢中にさせるところ、ね、そうですね、なんか駆け引きされてる。これで釣れたら嬉しいですよ。めちゃめちゃ嬉しいです。当たった、来た、土壌でヒット。土壌って言っても本物の土壌じゃないですよよいしょ、やった、わー、やったほら、すごい綺麗ですね。本当、波打ってる、はい、リアルヘッドにね、土壌を巻いて、お、はい、あのルアーが苦手だなっていう方でもこうやってただ巻きで釣れますね、はい、はい、ただ巻きめっちゃいいですね。ただ巻きがね、釣れる時っていうのは、まあ、活性高いんですよ。はいはいはい、はい、今まあやっぱり地合いなんで、はい、はい、あのいろんなルアーで楽しみたいなと思います。はい、はい、ワイングだけじゃなくてただ巻きでも釣れます。こうやって暗い時間になってくると、あのプラグから今度その土壌のルアーに、はいはい、リアルヘッドで土壌のルアーに変えてこうただ巻きで釣っていくっていうのも一つの手だと思います。お、来た、足元やね、重そうや、ギリギリ前で巻いて、よっしゃ、やった、やった、やった、お仕事できました、ありがとうございます、嬉しい、よ
つけて、気をつけて、気をつけて、はい、おとなしくして、いけたー、はい、釣ったー、やったー、足元できましたね。暗くなってちょっとあれでしたけどね、はい、ポツポツのやつをポツポツのあたりでしたけれども、ちゃんと大事にガツンと来ましたね、はい、はい、ワインドで。でもあれですね、こうやって暗いところでもしっかりとこうルアーを動かせてる感覚が結構 ね、きっちりつかめてますね。そう、時間が経つごとにつかめてきました。はい、でまあラインも伸びが少なくて高感度なので、そうですね、はい、ナイトゲームでも当たりがめっちゃ分かりやすいです。はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。いや、タクチーをたくさん釣れましたね。釣れましたね、はい、めちゃくちゃ楽しかったです。でまあ、今日もね、あの決していい条件ではなかったけれども、はい、なかなかトラブルもなく一日過ごせたんじゃないかなと思います、はい、アーマードエスのおかげで、はいはい、全然すごい当たりがダイレクトに感じられるんで、はい、うん、私でもいっぱい釣れました。そうですね、魚の当たりを感じるっていうのも大事ですし、はい、ルアーがどういうふうに動いてるかっていうのも大事なんですね。そうですね、その動いてる水の中でルアーが動いてる感覚がすごい手元に伝わってくるんで、はい、使いやすかったです。で、まあ、昼間もやりましたけれども、はい、夜になってからも同じような感覚で使えたんじゃないかなと思います ね。そうですね、明るいうちにその感覚を手に覚えさせて、はい、で夜でも同じ感覚が伝わってくるじゃないですか、はい、だから全然釣れましたね、うん、今日はでも本当快適な釣りが、ね、はい、本当に楽しめましたね、はい、まあ、それもやっぱりね、あのこう投げて、こう張りのあるラインだから、はい、こうやって風のある時でもビーダーの人でも楽しく釣りができるんだと思います。はい、そうですね、私もこのアーマードです、手放せないです。はい、次回またじゃあ、はい、同じような感じで爆釣を。そうですね、はい、もっともっと釣りたいです。もっともっとですか、はいはい、じゃあもっともっと釣りましょう。はい、またよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。